皆さんおはようございます。8月31日旧西軍横浜商隊蒼天祈祷会を始めます。今日も聖書の言葉に聞き賛美し祈ります。このひとときが皆さん一人一人にとって豊かな神様との交わりの時となりますように、心から祈り心を持って始めていきたいと思います。最初に聖書の言葉を読みます。マルコによる福音書4章20節マルコによる福音書4章20節良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実を結ぶのである。誰でもイエス・キリストを救い主として受け入れるときに救われ、豊かな人生の実を結ぶものとなります。神は私たちを豊かな人生の実を結ぶものとしてくださいます。神は今も私たちのうちに生きて働いてくださいます。私たち人間の人生の土台は聖書の言葉です。聖書の言葉を受け入れるものは30倍60倍100倍の実を結ぶと書かれております。30倍60倍100倍という数字が挙げられております。このことは神を信じるということによって具体的に目に見える形で神様の祝福が私たち一人一人に与えられることを示しております。神様を信じるということはなんとなく幸せになったというような次元で終わるものでは決してありません。神を知らない人たちが神を信じて生きているものを見たときに、ああ本当にこの人は豊かな人生を結んでおられるということを知ることができるような生き方をすることができます。聖書の言葉を開いて読んで受け入れて実践するときに30倍60倍100倍の人生の実を結ぶことができます。だからこそサタンは聖書を読ませないようにします。聖書の言葉を信じさせないようにします。聖書の言葉を私たちはしっかりと読みたいと思います。しっかりと信じたいと思います。そしてここに約束されているように30倍60倍100倍の実を結んで本当に神様が生きておられるということを示したいと思います。神を知らない人たちが神の言葉、聖書の言葉を信じるということがどんなに素晴らしいものであるかをはっきりと知ることができるように私たちの人生、聖書の言葉にかけていきたいと思います。聖書の言葉を受け入れて立ち上がるときに間違いなく30倍、60倍、100倍の実を結ぶことができます。神様が30倍、60倍、100倍の実を結ぶことができるようにしてくださることを心から感謝をいたします。この神に賛美を捧げましょう。旧西軍歌集299番御神の愛にて万事よし。恵みまかり
一緒に祈りましょう。1、聖書の言葉によって生きることができますように。2、身を結ばせてくださる神による癒しと平安が与えられますように。3、感謝祭募金運動が守られますように。4、ウェリントン・シタレルバンドの来日集会が祝福されますように。5、救世軍士官となる者が次々と起こされますように。マルコによる福音書4章20節良い土地にまかれた者とは御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、ある者は30倍、ある者は60倍、あるものは100倍の実を結ぶのである。神様は聖書の言葉を聞いて受け入れるものを責任を持って30倍、60倍、100倍の実を結ばせてくださいます。私たちが信じている神はちっぽけな神ではありません。30倍、60倍、100倍の祝福を与えてくださる神であります。この神を信じてこれからもしっかりと生きていきたいと思います。皆さんお一人お一人が抱えておられる祈りの課題の中に神様の豊かな導きがありますように。さまざまな戦いの中にあっても神様が必ず30倍、60倍、100倍の祝福を与えてくださるものであるということを信じて歩みたいと思います。アーメン。